今日も一緒に、田橋さんと一緒にですね、やっていきたいと思います。じゃあ、田橋さんも呼びましょう。田橋さん、お願いします。皆さん、こんばんは。34歳、東大受験生、田橋です。お願いします。お願いします。はい、今日もですね、田橋さんに。すいません、始まる前に1個だけ、すいません。あ、はい、はい。タイトルで僕、このイベントのタイトルは34歳、東大受験生というふうになってるんですけど、実は35歳で、タイトルで実際、サバ読んでしまいました。申し訳ないです。ね、謝りたいと思います。田橋さんがサバ読んだわけじゃなくて、ただ単に更新されたかったっていうだけですよね。いや、僕が見て見ぬふりしたっていう可能性もあるんですか。若返りたいと、はい。一歳でも若く見せたいですね。はい。そんなお茶目な田橋さんと一緒に今日もやっていこうと思います。はい、田橋さんの受験に密着しながらですね、皆さんに少し、勉強法とか、はい、教養を身につけていただこうというきっかけのイベントになります。はい、チャットでですね、質問もたくさん受けてつけてますので、ぜひ皆さんどしどしお寄せください。はい、お気軽にお願いします。はい、あとで質問対応コーナーとかが、最後にいつもやってるので、そちらでまた答えようと思います。はい、お願いします。はい、ではですね、田橋さん、にまず早速聞いていこうと思うんですけど、はい、共通テストがね、終わったということで、はい、今回はどうだったんでしょうか。今回は、めちゃくちゃよくできましたって言いたかったなっていう感じですね。はい、なるほど。はい。実際どのぐらいの点数だったんですか。そうですね、ちょうどここに、こちらに僕の得点がありますんで、YouTube でもちょっと公開したんですけど、今一度改めて振り返る意味を込めて、ちょっとお見せしたいと思います。はい。世界史91、日本史84、国語144、はい、英語のリーディング88、リスニングが92、はい、で地学基礎50の生物基礎29の、数学 1A66、で数学 2B57、ね。はい、そうでした。はい、ありがとうございます。まあ、田橋さんマーク、いつもこんな感じで、ね。まあ、ここなんですけど。あ、そうですね。特に気になるのは、まあ、ここも入ってるかな。2B をもうちょっと取れたかなっていう気がしますけどね、正直ね。そうですね、やっぱり、そこはちょっと悔しかったですね。結構。まあ、1A もそうなんですけど、うん、絶対取らなきゃいけないところはちょっと間違ってしまっていたので、うん、そこはでかかった、うん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 。っていうところですね。はい。なるほどね。なんか去年までと変化とか違いとか感じました？問題自体ですか？まあ、ちょっとその、全体的、まあ、去年は部分的にまだセンター試験より、まあ、数学は去年の方ががっつり難しいというか、まあ、共通テストっぽい、これが共通テストっぽいのかなっていうのはちょっと、はっきりはしてないですけど、まあ、なんとなくイメージでそういう問題が多かったのが、若干センター寄りというか、うんうん、ちょっとね、優しくて、ここは点取ってくださいっていう感じの問題がちょっと含まれてたなっていう感じがありますね。うんうんうん、その割にはちょっと取れなかったのはあれなんですけど。で、まあ、あと、世界史とかだと、去年とかは僕、まあ、40分ぐらいで全部解いたんですけど、今年は、その読む分量がかなり増えていて、うん、結果ギリギリですね。55分ぐらいで。解き切った60分中55分ぐらい解き切るぐらいで、うん、まあ、この辺がやっぱ変わったかなっていうところで、うん、やっぱり去年の問題で平均点が高かった問題が多分そういう傾向になって調節してるのかなっていう印象はありました、うん、なるほどなるほど。去年は世界史と日本史で結構差があったんですよね。そうですね、日本史の方がやっぱ読む分量が多くて難しかったんですよね。はい、それに今年の世界史が寄せてきたなっていう感じはしました。うんうんうん。ということで、確か今年は世界史、日本史、地理の平均点の差がほとんどなかったと思うんですよ。おお、あ、そうなんですね。そう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 。だから、得点調整も当然ないし、多分、共通テストを作る側とか、まあ、大学入試センター側で、そういう調整を丁寧にしたんじゃないかなっていう気がしますよね。それがうまくいったということですね。うん、じゃないかなと思います。はい。そっか。で、最初にですね、共通テストのその感触とか、はい、まあ、受けた感想などを含めながら、ちょっと教養的にですね、はい、共通テストってどうなのって、実際どうなのみたいなところを少し、まあ、喋っていこうかなと思うんですけど、はい。はい。そうですね。まあ、今、田辺さんが言ったように、分量がすごい多いんですよね。そうですね、読む分量が、日本語の量が多いっていうのがまず一個ありますね。うん、
今までセンター試験とかだと休憩時間っていうのは結構余裕持っていられたんですけど、うん、なんか今回まあ1時間1時間読み疲れっていうのがやっぱりあって、うんうん、なんかその合間の時間もちろん確認はするんですけど、あんまり長い時間確認すると疲れちゃうというか、うん、休憩の時はやっぱしっかり頭リフレッシュさせた方がいいかなっていう気はすごいしました。うんうんうん、そうですね。まあ、例えば僕が一番初めにセンター試験受けたのがもう20年ぐらい前なんですけど、その頃の英語とかね、数学の分量と比べて今のが随分多いですね。何倍にもなってますよね、読む分量で言ったらですね。多分英語は2倍ぐらいになってんじゃないかな。どうでしょうね。いや、僕も10年以上、多いですよね、15年前ぐらい抜けた時とは全然違う感じになってます。うんうんうん、だから例えば僕なんかはね、まだこう受験に携わってる立場ですけど、おそらく受験に携わってなかったら、センターなんか簡単じゃないかとかね、共通テストなんか簡単じゃないかとかね、こう、老害みたいに言いそうな気がしますよね。老害まあ、わかりますよね。嫌な親戚のおっちゃんみたいな。ちょっと違う、親戚と、うん、変わってる感じがしますよね、だいぶ。そうそうそう。だから昔の印象で語ると結構違いますね。なんか年々センター時代からも英語の分量ってまあ増えてはいたじゃないですか。で、共通テストでまたざっくり増えて、だから年々の変化で見ると、まあ、そんな変わってないのかなっていう気もするんですけど、うん、なんかその十何年前とかと比べるとものすごく変わってるっていうか、分量が全然違いますよね。蓄積して変化がだいぶありますね。はい、だからたまに生徒でもお父さんになんで取れないんだ、点数取れないんだとかって言われて困ってるとかね、そういうことがたまにありますね。それはかわいそうですね。親御さんも実際問題を受けてほしいですね。そう、はい、で特に、まあ、僕が携わってるのって一応ね東大文系専門塾なんで、まあ、そんなに成績いい子たちが、はい、集まってるわけなんですけど、はい、センター試験に比べて共通テストの方が高得点が取りづらいんですよ。あ、そうなんですね。そうそう、平均点が同じだとしても、例えば 60% とかねだとしても、はい、高得点が取りづらい試験になってるので、だから100点とか90点の価値が以前よりも増してる。はいはい、はい、うん、で逆に言うと、はい、平均点はそんなに大きく変わってないんで、高得点者がぐっと下がってるわけなんで、共通テストの意味というか、なんだろうな、その価値というか差がつかなくなってるってことですね。ああ、なるほど。まあ、特にちょっと毎年思うんですけど、私立とか志望される方で、うん、結構共通テスト入試とかがあるじゃないですか。うん、あれがかなりその読みづらいっていうか、結構、ね、運も入って、運よくというか、なかなか安定して全部の教科で高得点取るの難しいテストだと思うんで、そうです、そうです。結構ね、運の要素もでかいんじゃないかなって気がしちゃってます。そうなんですよ。で、すごいざっくりした話ですけど、センター試験の得点率がこのぐらいだとしたら、共通テストになって、2021年がまずガクッと下がったんですよね。はい。だからちょっと点数取りづらくなったと。で2022年でガーンと下がって、で23年でちょっと戻ってきたって感じなんですよね。だから、こう、調節はされてるんですけど、でもセンター試験時代よりもだいぶ点数取りづらいんで、共通テストの点数自体がこう、まだ動いてる状態、流動的な状態なんで、何点ぐらい取れば、どのぐらいの成績なのかっていうのはよくわからない。読みづらいですね。読めないんですよ、全然。はい、出願困りますよね。僕みたいに東大一本だったらあれですけど、いろいろ。ね、うん、実際出願校迷ってる子たちとかはかなり戸惑いますよね、親御さん、ね、うん、っていうことで、まあ、やっぱりその情報をちゃんと取っていかないと、うん、どこ受験するかとかも決められないし、難しくなってますね、正直。そうですよね、うん、結構その辺の戸惑い大きいですよ、うん、大きいですね、うん、というのがまあ大変です。で、まあ、共通テストに関しては今言ったようにセンター21年、22年みたいな風に、だんだんこう南下してたところ、ちょっとこう、揺れ戻しが効いたっていうことで、はい、まあ、大学入試センター側も、その、難易度調整しようとしてるっていうのが、今回、姿勢として見えたのが僕は大きいと思ってて、はい。去年までとか、今年のね、共通テストの蓋開けるまでは、はい、どんだけ南下させればね、気が済むんだよ、みたいな、感じだったんですよ。まだ難しいなのかなっていう、ね。去年は大荒れでしたね。めちゃくちゃありますね。数学とかね、はい。はい、なんですけど、まあ、今年は例えば世界史が簡単だったのを難しくするとか、数学が難しかったのを簡単にするとか、まあ、その去年の、ちょっと反省を踏まえた得点調整とか難易度設定があって、まあ、おそらく何年かしたらだいぶこう安定してくるんじゃないかなという気は、してますね。はい、ということで、まあ、ちょっと
その共通テスト初期の受験生はちょっとね、割を食っちゃったという。まあ、食いますよね。うん、ちょっとその変化の過渡期は大変だと思います。はい。はい、というような気がしますね。はい。まあ、あとは、僕が一番問題だと思ってるのは、共通テストの形式が全然違うんですよね。はい、センター試験時代と。要するに文章題になったりとか、はい、ね、分量が増えたりとかで、対策がしづらい。そうですね。僕も特に数学で思ったんですけど、うん、まあ、今回は、その、なんというか、結構二次対策をやっぱりしっかりしてね、数学の考え方っていうのを身につけようかなっていうふうにして、共通テスト対策っていうのを、まあ、あんまりしないで粘ってたんですよ。結構11月ぐらいからしっかり始めたんですけど、うん、なんですけど、その共通テストのやっぱ文章が絡んでくる問題っていうのがなかなか題材も少ないですし、そうですね、なんていうのかな、こう数学の勉強ってこう根元っていうか、なんていうのか、うん、根元つかみたいっていうか、その本質みたいなところをつかみたいけど、うんうんうん、なんか枝分かれしてるところが多いから、うんうん、それを練習するのにもめちゃくちゃ時間かかっちゃうんです。そうなんでちょっと効率が悪くて、うんうん、あんまりそこに時間かけすぎてもどうかなっていうふうに思ったっていうところが出ちゃうんですよ ね。なんかなかなか取れなかったなっていう原因の、はい、僕の認識では試験の傾向は変わったけど、それが突然すぎて現場の教材とか先生とか指導法が追いついてないっていう状態だと思うんですよ。うん、はい、だから共通テストの点数を取るための対策ができない、教材がない、指導法もない、教科書も昔のまんまみたいな感じなので、まあ、だいぶ大変ですね。まあ、僕もだいぶ苦労してるんですけど。なんかその、まあ、本当優秀なことができちゃう子は、まあ、もちろんね、高等生乗ってる方もいるし、できちゃうと思うんですけど、数学とかって、まあ、理系の子だったりとか、上位層の子ってできると思うんですけど、結構僕みたいな、なんというのかな、まあ、数学苦手だったりとか、その日本、大事なところ抽出するのが苦手だったりとか、そうですね。そういう人は結構苦労しちゃう、まあ、僕はそっち寄りの人間だったのかなとちょっと思ってるんですけど、はい、結構ね、果てしなく対策何ヶ月かでやるのはちょっと厳しいなっていう、がっつりがっつり早いうちからやっとかないと難しいんじゃないかなっていう気がしちゃいます。そうだと思いますね。はい。特に数学は本当に怖いですね。やっぱり数学の問題作ってるのってね、数学の先生だと思うんですけど、数学の問題を、まあ、ちょっと後で見せようと思うんですけど、日常のテーマと絡めて出題しようとするんですよ。で、例えば今年で言うとバスケットボールの、このボールがゴールに入る様子を数式でこうね、はいはい、時間数でこうやるっていう問題が出たんですけど、はい、まあ、そういうふうに日常のものに対して数式を適用するって、センター試験時代は理科でやったんです。例えば物理、確かに理科っぽい感じはしますよね。なんか文章と絡んで。うん、そうなんですよ。で、理系の生徒は物理とか化学とかで日常のものをそもそも扱う学問じゃないですか。物理とか化学ってね、はい。だから慣れてるんで、文章題が長くても、まあ対応できたんでしょうけど、文系の子って理科やんないから、かなり厳しいですよね。正直言うと。そうですね。うん、なかなかそこはできなかったですね。そのギャップにね、だいぶ苦労すると思いますね。はい。うん、それに特化した教材っていうのもないですもんね。ないんですよね。だから、うん、今後作られてくるとまた文系の方も対策しやすくなるのかなという気はしますね。ちょっと数学の問題とか見ていただけますか。バスケット問題、今年の僕が実際解いてやられた問題です。バスケの問題僕はもうやられました、ね、そうそうそう、もうやだ、できなかったです、ね。まさかスラムダンクの流行を狙って出したのか。そういうことなんですか。センター試験もそういう。一応思いましたよ、僕は。その年のトレンドを反映させていこうみたいな。ですね。はいはい、はい。はい。こんな感じで。あ、そうです、これ。まあ、二次関数の問題ですよね。そうですね。普通ならね。すなこさんが低いところからボールを打って、太郎くんかな、はい、太郎くんになってます？太郎くんですね。太郎くんは高いところからボール打って、はい、で、この軌道がちょっと変わるわけですよね。で、この M って書いてあるのがリングで、で、どういうふうにすると、球が入るかみたいなことをやるんですけど、うん、まあ、こんな問題が出ました。でね、これ気持ち悪いんですよ、これね。まあ、この辺はまあ、文章題がこうあるなとかだと思うんですけど、設定が細かいし、はい、あとね、何が気持ち悪いって、この式ね。なんだよ、これとかね。そうなんですね、誘導に乗らなきゃいけないっていうのもね、うん、誘導の間の行間みたいなのもセンター試験よりやっぱりちょっとね、うん、なんというか大きくなってる気がします。そうなんですよ、ね、で、あとはね、こ
なんかね、このね、ここ A と B のこの、この点 A と点 B がまあリングのところを想定してるんですけど、はいはい、この上、この点 D っていうのを通れば、リングに入るだろうみたいな仮定をして解く問題なんですけど、はい。普通、まあ、物理的には嘘なんですよね、これ実は。ああ、そうなんですね。だって、球がすごい真上から落っこってきたら、点 D を通っても、はい、リングの端っこの点 A にぶつかっちゃうじゃないですか。はい。だから、物理的には、おかしい設定を正しいとして解かせなきゃ、解いてるっていうことにもなって、そう、違和感もあるんですね。知ってる人は知ってる人で、そういう違和感も出てくるっていう感じです。とかね、だから、ちょっと文句はありますね。まあまあ、日常に隠してるのかどうなのかも怪しくなってきますね。そうなってくると。うん、そのなんか、起こり得ないことを問題にしちゃってるっていうのもあるか。そうなんですよ。まあまあまあ、まあ言われたからその通り解くけどさ、みたいな感じなんですけど、まあそういう、ね、バスケットの問題でこんな感じで、陸上の問題とかバスケの問題とかみたいに、日常の問題に絡めて、出てるよっていうのがセンター試験と違うところですね、はい、そうですよね。確かにそれにやられたんですよ今年も2回目ではあるんです。玉井さん気になった問題とかあります？僕はそうです、まあ、今のところはまあ文章題っていうのはもちろんですけど、まあ、他の教科でも言うと、他の教科でもとかだと、はい、うん、そうですね、やっぱ、英語とかだと、その、なんというか、選択肢がパッと選びづらいというか、その本文に書いてあることをもとに推測したらどれが答えになるかみたいな、うんうん、今までにない毛色の問題が出たので、やっぱそういうところは難しいなというふうに思ったのと、うん、はい、最後の問題でしたっけ？はい、一番最後の問題です。ちょっと待ってください、映しますね。はい。うん、これかな ?B。B ですね。はい。これですか？そうです。で、英語があって、はい、このぐらい読んで、はい、この次これですか？一番最後の問題ですね。確か。これかな？そうですね。What can be inferred about sending studies into space っていう。うん、ね、なんかそのインファーっていうのが、まあ、どうやって推測っていう意味で、うん、どういうことが犯人分かりますかみたいなことを聞いてるんですけど、うん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 、その下の選択肢にある内容が本文に確実には書いてないんです。なるほど。だ本文の内容をもとにその言えること予測できることを選んでくださいっていう問題が今までになかったのが出て、ここは結構なんか割れたみたいですね、答え、受験生。なるほどね。はい。まあ、あとは、まあ、この問題、これももう一個この問題な、同じ問題なんですけど、はい、僕はこの問題を解き始めたときに、まあ、一番最後の問題、残り時間7分ぐらいあって、まあ、結構厳しいかなっていうのもありつつ、うん、まあ、7分あれば何問かは解けるっていうふうに思ったんですけど、うん、第1問、これはいやらしいのが、第1問を解くのに、まあ、今までまあセンター試験、はい、そうです、センター試験とかだったら、まあ、その回答の根拠になる部分っていうのが、この順番に、本文の順番にのっとって出てきてたんですね、大体。うんうんうん、上から順に読んでって、設問に行けば、今まで読んだその部分から探せば答えが見つかるっていう感じだったんですけど、はい、今回の場合は全然その回答根拠出てこないんですよね。うん、で、おかしいなと思って、何も書いてないじゃんって思いながら、最後まで読んでいくと、最後の方に出てきた。うん、で、それで、その問題をやって終わってしまうみたいなことになりました。なるほどね。はいはいはい。あれですよね、この、ここが本文の一番最初ですけど、はい、この初めの方を読んだら問1が答えられて、はい、ちょっと下読んだら問2が答えられてみたいなふうに、はい、まあ、要するに散ってるっていうことですよね、普通は。そうですね、散ってるパターンとか結構あったんですけど、うん、何にもなくて最後に来るっていうパターンがなかなかなくて、うん、そこはちょっとやられたなっていうふうに思いました。はいはいはい、ありますよね。だからそういう、本当にそういったところも事前に予測して対策しておかないとなかなか厳しかったっていうふうに思います。で、その共通テストの特徴として、なんかね、センター試験時代よりも、そういう問題の作り方っていうんですかね、はい、どこを読めばどの問題が解けるかとか、いうような、その純粋な英語の力っていうよりも、なんていうのかな、こう、なんか、その問題に特化した傾向の対策みたいなのが必要になった感じがあって、うん、また面倒くさいですよね、正直言うとね。その察してくださ、うん、なんか説明を最後までちゃんとしてくれないというか、設問の
意図が分かりづらいけど、その行間を察してくださいみたいな問題もちょこちょこあるんですよね。なんか埋めて、要はこういうことだからこうなるでしょみたいな、だんだんというか捉えどころないっていうか、うん、ちょっとね、はっきり言ってくれないみたいな、いや、意地悪な問題もあったりします。国語とかであったりとか、ね、まあ、はい、そういう文系科目でもあるんですけど。うん、そういうのありますね。あのリスニングなんかは、一番最後の設問がちょっと重たいんで、はい、前半を、リスニングの問題解いてるときに、例えば英文が2回読まれる問題に対して1回で全部聞き取って、はい、2回目に流れてる放送のときに最後の設問の本部を読んでおいて、で準備をして取り組まなきゃいけないとか。そうなんですよね。なんか意外とその思考力を問うっていうか、そのテクニックを問う、テクニックをつけなさいみたいな、試験慣れしなさいみたいなところが色濃くなってるような気もするんですよね。その勘どころをパッてつかめる人は、まあ時間なく対策でできるんでしょうけど、結構、その要領をつかめる遅い人は、たくさん問題当たったりして自分で抽出していかなきゃいけなかったりとかもするのかなっていう気がしましたね。はい。ということで、なかなかね、あの難しいですよね、うん、あの日本史なんかもただ単に昔だったら覚えていれば年号と事件名と人物名とかね、はい、覚えていけば対策結構できたんですけど、今は資料が与えられて、この資料から類推されることはどれかとか、はい、その資料から、ね、あの導かれる結論はどれかとかっていう質問になってて、覚えてても対応できるそう、習ってないことが出るバンバン出てくるんで、まあ、そういう意味ではちょっと習ってない資料が出てくるし、東大入試に近い部分もあるんですけど、そうなんですよね。教科書だからその歴史の意義とか、その資料からどういう考察ができるかみたいな、その考え方みたいなのを対策し、練習しとかなきゃいけないんで、まあ難しいですよね。そうなんですよ、ね。だからちょっと高得点をバシッと自信持って取りづらいんですよね。試験終わったタイミングでも、あの問題どう大丈夫かなっていうのが何問かあるっていうか、う得意科目もそうでしたね。はい、世界史とか、ね、そうですね。あの、数学の試験だと、まあ考える試験だと思うんですけど、その最後のマスで、例えば、四角分の四角ってなって、三分の二が答えで出たら、まあ合ってるかなみたいな予測ができるんですけど、あの、文系科目で考える問題が出てしまうと、結局、どれが正解か、ちゃんとこう自分で確信持たないままに全部解かなきゃいけないんで、相当不安なんですよね。そうですね。まあ今までも国語の現代文とかでも、若干そういう要素はあったと思うんですけど、うんうん、それが、あの、いろんな教科に波及したっていう感じですね。そうそう、まさにそんな感じで。すごい取りづらい。だから、例えばね、今日参加してくださってる方で、お子様が今度受けるとか、まあ、ご自身が将来受けるっていう場合に関してはですね、ちょっとだいぶ警戒した方がいいなというふうに。そうですね。はい、で、さっきもありましたけど、うん、やっぱそのセンター試験との違いっていうところを認識してあげてほしいですよね。そうですね。